だろうな、なんか今日喋りたいことあった気がするけど忘れちゃった。なんだなんだ、シュールが持ってくるってことは相当。いや、なんかさっき、いやでも思い出せないと話せないんで、さっきなんかスタジオで。シュールさん。はい。このさ、はい、ギター系のレビューの動画撮るときもさ、はい、3人で撮ってもいい？全然大丈夫です。じゃあ、調子さん、例えば、今のさ、ワイトチュールが結構主役で話してて、はい、まあ、レイキが第三者の立ち位置って感じで話してくれてるじゃん。ちょっと逆バージョン。はい、ワイトロイヒがまあ主役で話して、チュールがそれを聞いてもらうみたいな。全然大丈夫です。うん、そう、なんかまあ、チュールもぶっちゃけギター弾けるしさ。そうっすね。だから、うん。それでまたギタリスト3人っていうのになればまた面白いかなと思うし、そうそうそうっていうのをちょっとそう、今までは俺とロイヒだけで撮ろうって思ってたけど、まあ実はチュールっていうのが全然いいじゃんっていう、一応はい、うん、むしろベーシスト的にはこのギターの音はとかって話とかもらえれば、あーそうですよ、より面白いし、 かつギターそんなに詳しくないっていうか機材そんなに詳しくない人が、はい、これ聞いたらどう、これ弾いたらどうっていうのも、そういう初心者的なリアクションというかさ、多分本当にフィーリングでの回転なのこういう感じがする、うんうんうん、ありがとう、そういうののなんか意見としては新鮮かなと思うんで、だちょっとギター系も今後3人で撮れるかなっていう、はい、やっぱあれですか、あの1000人超えた翔太郎さんの視点から言うとやっぱりギターの方がちょっとまブルーオーシャン、いやいやいや、展望は見えてるんですかね、ギターの方が。違うよ。違うよ。ギターの方が筋取れるから、ないから、ね、別に。別にないから。違う。ベースはね、機材が高いのよ。買うのに。買うのに重たいんよ。なかなか。いやでも、2000人超えたら相談論だろう。ねえ。今後も、ねえ。ねえ。ねえ、お金に困らないんじゃないですか、ふざけんなって。困ってしかねえよ。パワーワード出たら困ってしかねえ。毎月支払いどうしようだよ、バカ野郎。いや、変わらずマイペースにやってきますよ、マジで。うん、使命感持ってやってしまうと。結局いろいろと、そうそう、空振りますから、ね、うん、なんか人のためにとか、いや初心者の人に向けてはあるけど、でもそれでさ、なんか初心者を救おうとかじゃないわけ、別になんか、いやもちろんなんかすごいでかいビジョンを言うならすげえ昔から持ってるけど、そのミュージシャン人口を増やせたらいいなはあるわけ、はい、うん、でもそれには初心者の人を増やせばいいじゃん、とか初心者の人の定着率というか辞める率を減らせばいいじゃん、だから初心者の人に向けてるコンテンツなんだよっていう言い方はできるけど、でも俺自身がやっぱそういうの好きだからやってるっていうのが一番でかくて、だからあまりそれをなんか大きく目標として掲げてというかさ、社訓みたいなさ、我が社はこういうことをやるために存在してますみたいなさ、これを義務と思ってますとかみたいな言い方はしたくないし、打ち出し方もしたくないし、あくまで趣味でやってることなんだけど、あとは何かあったっけな、前回のお題だと筋トレ、あとなんだっけ、自分が覚えているのは音楽が必要が必要じゃん、あと何だっけ、あのギッジとドラムを破壊するギタリストの話、ああんでもその話しなかったっけ、そうじゃん、もう終わった、終わったやつよね、続報は特にないよ、知らんもんでも最近どうだろうね、変な人はまあいるけど、はい、なんかすごい実害を及ぼした人みたいなニュースはあんま聞かないかな、なんかそのヴィンテージ楽器を売ってる楽器屋さんがなんかパーツを、そのパーツを全部一回バラしてバラ売りしてるとか、なんか一回組み立て直してるみたいな、全く違うものパーツ同士をそれでこうヴィンテージとして売ってるみたいならしいみたいな、ヴィンテージそこまで強く興味ないからそんなによくわかんないんだけど、とかあとシンプルにツイッターでヤバい人がいて、なんか人にはめちゃめちゃ絡んでくるのに自分が絡まれたらめっちゃ被害者ぶってすぐブロックする人みたいな、でなんかその人はあいみょんがめっちゃ好きなんだけど、でも本当あいみょんがかわいそうみたいなことをめちゃめちゃもうあいみょんを好きってもう好かれてるあいみょんがかわいそうみたいな、
そうそうそう、なんかすごいコミュニケーション能力が著しく低い人っていうのがいて、でも本当にどうしようもないからみんなほっとくしかないっていう、はい、うん、本当にやばい人みたいな、そういう人はいるらしいけど、もう俺も別に絡みたいと思わないし、攻撃力は高いのに防御力は低いタイプ、そう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 、本当に高いかどうかもわからないぐらいなんですけどでも最終的にはなんかメタルやってるやつら全員クソとか言い出すからね。それなのに自分が言われたらなんかすごい攻撃されたみたいな、すごいやそれ、うん、なかなか攻撃化しそう、歪んだ音の何がいいんですかみたいなその人はいるけど、もういいよね、あのマジで下がんない方がいいなと思った逆に、うん、パンドラの箱感がすごいし、うん、だからもうね、やっぱね、これね、ツイッターが全然もう自分の人生の自己の、なんていうの、自分の感覚の表現の場じゃなくなっちゃったよね。140字のワードでなんか、ね、自分の思ってること発信しようみたいなのがもうなくなって、なんかあとは最近アルゴリズム的にもさ、人とコミュニケーション取んないとダメだみたいな、いろんな人とこうリプライ交わしてるアカウントじゃないとなんか信用度が下がるみたいな、あーなるほど、でそのツイートが表示されにくくなるらしい、そうなのか、うん、大変ですな、なんかいろいろと、もともとそんなツールじゃなかったはずなのに、うん、話を聞いて、でまあ別にツイッターと YouTube 比べる気はないけどさ、まずツイッターと YouTube 相性が悪いじゃん。ツイッターでどんだけバズっても YouTube 人来ないし、YouTube でどんだけバズってもツイッターに人来ないし、でツイッターで喋ってツイッターでお金にするっていうのは結局何かのサービスに誘導したりさ、そこでインフルエンサー的な影響力を受けて、それで自分の影響力、私はインフルエンサーだから私のやるなんかビジネスとかサービスとかファンクラブに入ってくださいっていう個人としての人気をすごいね強く出せる場だったりするんだよね。だからツイッターだけでまず収益化みたいなのはできないし、じゃあ何かもう個人にファンをつけないとすごいいけなくて、個人としての魅力みたいなのをすごい発信しないといけなくて、で俺的には YouTube でやってることって逆で、企画というか企画力というか、そこで勝負したくて、別に自分の影響力というか自分の人物像みたいなってあんまりどうでもよくてっていう出し方が、俺は YouTube の方が合ってるから、俺的にやりたいことが、だから YouTube の方が良くて、で Twitter 頑張んなきゃいけないってなったらさ、いやなんで頑張んのってなってきたんだよ、だんだん。何をそんな頑張りするか、だから本当に自分の思ってることをアウトプットしたい時はあるから、確かにそういう場として使うけど、もう 2,3 ヶ月やってないし、やんないときとことんやんねえから、まあいいかなみたいな。やんないときは私もとことんやらないですね。うん。でも普段からやっておかないと、いざそういう発言したときに広まりにくいわけよ。めんどくさくない？めんどくさくない？すごい商業用ツールになってしまう。そう、そんな頑張んなきゃいけないの、普段から。なんかね、ネットフリックスの中にある、うん、ドラマ、オリジナルドラマで、ブラックミラーっていうドラマがあって、うん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 、1話完結の、うん、オムニバス形式の、うん、ドラマ、海外のドラマなんだけど、うん、その中に、SNS っていうタイトルだったと思うんだけど、うん、そういうなんか、まあ、ブラックミラーっていうドラマの、うん、コンセプト自体がテクノロジー社会、ちょっと近未来的な、はいはいはい、今の人間たちが10年後、20年後の世界観を描いて世界、うんうんうん、でテクノロジーに対して人間はどうやってその自分を生きていくかみたいな、そういう感じの内容なんだけど、その中の1話に結構ね、ブラックジョーク的な感じの皮肉な内容が多くて、はいはい、結末としては、うん、その中の一話が SNS っていう、確かタイトルだったと思うんだけど、女の人がいて、常にその SNS っていう話の世界観の中では、
常に、いいねとか、悪いねみたいなのが、自分の評価として常に相手に見られてる。要するに、チュールと、こんにちはみたいなことを言うと、いいね何個とか、はい、悪いね何個とかが、もうすでに可視化されてる状態の世界観の話で、で、最初その主人公の女の人は、そのいいねをもらえるために、もう何でもするの。いろんな有名人と関わりに行って、パーティーに行っていいねもらったりとか、自分がいいねされたらいいねを仕返すみたいな。それがもう社会的評価、ステータス、そのいいねがもらえることによって、社会で、いいサービスを受けられる、みたいな、そういう世界観なんだけど、なんか今の SNS の Twitter の話とかも、なんかまあそうなっちゃうと怖いよねみたいな。で、結局その女の子は悪いねを持ってる人に対してすごい風当たり強いよ、最初。近寄んないでみたいな、関わらない、でもすごいひもじい思いをしてる人がいるんだけど、それ悪いねが告げついてるよ、そういう見た目だから。でも最終的になんかその女の子がどんどん没落していくんだよね、ちょっとミスったことが起きて、で悪いねがどんどんついていく。で、最終的に、その、お互い悪いね状態の数が多い人と、なんか最後、なんか、まあ、ちょっともやっとして終わるんだけど、なんか助けてもらうみたいな、助けて助け合うみたいな話になる。まあ、社会的にやっぱりそういう評価っていうのはどんどん気にされていくんだろうな、今、普通に生きてる現在。割と結構面白いですね。そもそもつぶやき、もうツイッターってつぶやくわけ、つぶやきって本来何かで見せるもんじゃないはずだったんですよ、そもそも。集中と、そもそも自分の中で秘めてる、なんですけれども、あの SNS っていうツールがどんどん発展していって、自分はこうである、まあ自分とは何か、自分を主張する何かっていうのって、多分 SNS が出てくる前っていうのはあんまなかったんですよ。でもあれが出てきて、それができるようになって、しかもお手軽にできるようになって、結局何を勘違いしたかわからないですけれども、まあもう本当にとにかく自分のいいところを見せたもん勝ちみたいないうふうになって、まあ今のこういう現状があるんだろうなっていう。だから自分あんまり、一応アカウント持ってるんですけど、インスタグラムとかほぼ見ないっていうか動かしてないんですよ。インスタグラムもなんかこう、例えばどこどこへ行ってきたっていう、なんなら例えば本当にうまい飯を、例えば大学生でよくあるから、こうそこそこ高そうなディナーの写真を撮って、なんかみんなにマジ感謝、これしか勝たんみたいな、圧倒的勝利感みたいな。でもそれ実際蓋開けてみたら、その人が頑張って手に入れたステータスというわけではなくて、一期一会で巡り合ったその機会を、まあ、利用して、どうや俺はこういう人間なんやと見せていく。あんま俺そういうの好きじゃなくて、そもそもそういうものってノーアルとか積み隠すじゃないですか、別にひけらかすものじゃないので、なんかこうみんなやっぱり 何者かになりたいんだなっていう、何者にもなれなかった人たちは何者かになりたいんだなっていうのが、もうまざまざと SNS っていうのは、なんか脅迫観念があるよね。あります。なんなきゃいけないみたいな。だからそのなんだろう、別に現代教育に対してなんとかっていうつもないけど、なんか、ね、みんなには何か特別な才能があって、はい、みんなはそれを見つけよう、見つけなきゃダメだね。何の才能があるのか、自分何が得意なのか、それをやって個性を生かしていく時代だ。はい。はい。
あーっていうことなんかな。別なんかさ、全員に当てはまんねえだろうなって思うんだよね。まあなんだろう、自分の持っている立ち位置というか、その、まあ、生活というか、だから自分に対して絶対的な評価をしっかりと与えられるどうかかどうかっていうのがすごく重要だと思っていて、基本的に、まあ、仕事でも多分趣味でも、まあ、いろんな場面においてもそうですけど、ね、基本的にこう相対評価を受ける、はいはいはい、はい、でも相対評価だと基本的に分かるのは、あの何々より自分は何々だっていう結果しか分からない。果たしてじゃあ自分がどれぐらいなのかっていうのは分からない。例えばあの人間の話じゃなくても、例えば これとこれは差額が1000円あるんです、1000円の差があるんですよって言われても、実際蓋開けてみたらそれは10万1000円と10万円の差だった。しっかりと自分が今持っているそのものっていうのは何かっていうのが把握できてるかいないかで、立ち振る舞い方っていうか、まあ、なんていうかその脅迫感を感じるか感じないかっていうのが変わってくるのかなって、ね、自分に何ができて何ができないのか把握するのってすごく難しいとは思うんですよ。それをする努力をしないと、どんどんと周りに振り回されて、まあ、しばらくの年だって気づいた時には俺何やってんだろうってなっちゃう。何事に多いともそうだと思う。ねえ、難しいんだよね。なんかなんでこの話になったの。確かに。いや、ぜひね、ちょっとネットフリックスのブラックミラー見たくない。ブラックミラー検索。いやもうほんとね、すげえ考えさせられる。うん、タコ美味しかったね。イカですけどタコとイカの区別もつかなくなってきた。1000人を超えるとタコとイカの区別もつかなくなってらしい、らしいですよ。怖いわ。そんな人間になりたくないよ。え、だってさ、今やばくない今の発言って。自分が食ってるものが何か分からないで食ってるってことだよ。すごいよね。なんか、すごいわ。考えさせられた。だってさ、これじゃあポテト今食ってるけど、ポテトと思って食ってないってことになるんだよ。そうですね。かぼちゃかもしれない。さつまいもかもしれない。かもしれないよって激しすぎる。ある意味幸せなのかもしれない。そうね、1000人超えるとね、脳みそが幸せになってくるじゃん。自分が行った時はどうなるんでしょうね。あその区別がつかなくて全員同じに見える。怖いな。誰の名前も覚えない。でもさ、それを分かることは多いね。没落してほしい。いやだからさ、いや俺大丈夫、調子乗んないから大丈夫。今と同じことしかない。なんか話題振りなさいよ。いやなんかあったかなと思って。MC 的な MC がスマホ使っちゃってるから、スマホで何も調べられなくて。そうだそうですね。そこなんですよね。すいません、もう携帯がないと何もできない。自分の頭の中にスマホ依存ってやつ。そう、自分の頭の中にある情報だけだとね、人に話しかけることもできない。怖やばいよね。なんかそういうさ、なんかそういうデジタル社会もいいけどさ、そういう風になんか人間の本質としてそういうのが失われてしまうのが嫌だね。ね、そうだね。いやマジで自分が体験して感じて実践してきたことしか
やっぱ喋れないのよ。いやでも、うん、それすら今喋れてなかった。話題を振るってこと。いやだから それもそうや。だからその音楽的な話題とかならいいけどさ、今みたいにさちょっともう流れがあるじゃん。SNS はっていう流れとかがあって、はい、あなんかだから今さ空気感というかさ、こう今俺の脳みその中としてもなんか問題提起をしなきゃいけないのか、なるほどみたいな、こう脳みそのわけよ、はい、どうしても流れとして、そうなった時になんか問題提起することあるみたいな。俺の人生で今あれだよ、俺が話題を振ってるからね、うん、そうだよ、そのことに対して、そうだよ、だからもうもっと頭つかなきゃダメだよ。そう、そういうことや、そういうこと。俺さ、本読まんのよ。いや、別に読まなくてもいい。いや、でもなんかそういうことなんじゃない、ちょっと思った。本を読む脳みそっていうかさ、読むっていうか、情報をなんかあんま得てないとか、うん、例えば音楽でさ、最近なんかやばいやつみたいな話出たじゃん、うん、その時とか別にやばくはないけど、うん、まあ、ちょっと問題になった話で言うと、矢沢永吉さんが台風の中コンサートを強行してとか、そういうのが出てくるじゃん、なんかニュースとか見てれば。まあね、ニュース見なかったから分かんなかった。それなんかそういうのとかも常になんか情報を得とかないと、うん、そうね、あんまりインプットしようっていうあれがないかもね。なんかコミュニケーションがさ、うん、初めての人と取りづらくない？確かに、その人そうだ、ね、テリトリーっていうのがあるけど、うん、でもちょっとベクトル変換すればやばくないけど、そういえばなんか音楽でちょっと問題になったって言ったら、最近だと本当矢沢永吉さんのとかってポンと出たりとかさ、なるほどね、別に出さなかったけど、うん、なんかね、なんかない、ね、なんか大御所アーティストに関してなんか俺だから例えばワンオクとかもさ、そうじゃん、例えば今音楽だったけど SNS の話になると、そういうなんつうの評価っていうの話が出たけど、ちょっと話の方向性を変えると、北海道で起きたなんだっけ、サーキットで2歳の男の子が12歳のなんだっけ、ゴーカートか、ゴーカートでなんか暴走して、暴走して亡くなってしまったとかっていう話があったと思うんだけど、今 SNS で問題になってるのは責任の所在は誰かっていうので結構 SNS で問題になってる。なるほど。12歳の運転をしてた女の子なのか、それとも会社なのかっていうので結構ね、センシティブな内容にはなるけど、そういう SNS で今揉めてるよなとか、そういうなんか情報をさ、うん、確かに。いやもう最近さそういうちょっとネガティブというかさ、問題提起的な話題とかについてさ、いやもちろん見て思うこともあるんだけど、全然もうね、そういうことに対しても逃げたくてしょうがない。もう嫌だこれみたいなさ、なんか例えばね、ちょっと今日ツイッター見てて思ったのが、なんかちょっと思い出させて、ダメだよ、だからこういうところよね、本当にそういうとこ、なんかそうなんか。それってたらよく嫌だよ、なんか頭使ってないからポンと出ないというか。確かにね、2分、2、3分ずっとなんか携帯いじって録画止めて話題を探してたけど一切出てこなかった。出てこなかったね。例えばさっきさ、そのまあネガティブな話題じゃなく、うん、ちょっとハッピーな話題で言うと、もっとまさにさっき、3、4時間前、はいはい、今スタジオに着く前の話、はい、改札降りて、うん、最寄りのね、今スタジオの最寄りの改札降りて、うん、パーッと歩いてたら学生のカップルがね、うん、抱き合ってたわけっすよ、はい、ああ
なんかいいねみたいなさ、うん、ちょっとハッピーな、ネガティブに捉える人いるかもしれないけど、ああなんか、うん、そういうなんか愛情表現をなんか別に気にせずそういうところでできるっていうのも素晴らしいことだよなっていうのに思えたりとかさ、うん、そういう風にならないですか？ふっと出てこない、なんかパッと見てればさ、なんかあるじゃん。自分はありますね。なんかね、あるよね。ありますよ。あ、なんかふと電車ね、改札降りたらなんか学生高校生ぐらいのカップルが抱き合ってて、中にはそんなとこで走らないって思う人もいるかもしれないけど、少なくともそういうのを見た時に何かしらこう感じるというか引き出し、そうね、引き出しになるから。私はありません。ネガティブ以外のワードで言うと、そういうのとかを興味ないですかっていう話っすね。例えばふらふら歩いて、昨日一昨日かな、久々に新宿に行ったんですよ。新宿行った時に、あ、もう本当にちょっと数ヶ月行かないだけでもうこことここが変わったんだって、あ、もう開発進んでるなとか、なんかこう視野巡らせながら歩いたり。なんかね、あるよね、普通。あ、なんか街変わったな、下北変わったなとかさ、昔と違ったな、変わったな。で、その話を受けて、実はこの前、下北、今と昔はどうだったのかどうだったのって話聞いたんですね、みたいな話とかを。そんな会話する、こう、芋づる式みたいな。なんだマジで。なん携帯見なきゃ話題探せないいや本当はね、いや俺もまずさ外に出るじゃん、はい、外に出たらヘッドホンイヤホン絶対してて、でも必ず YouTube か音楽を絶対流しながら行くわけ、はい、でも歩いてる途中もそこに夢中なわけよ、ずっと、はい、外の景色全く見ないわけよ、移動してて、はい、で電車の中、移動する電車の中はずっとこれ、この iPhone で動画編集してる、うん、からもう何も目に入らんし、耳に入らんし、いやー良くないね、マジで。 でまあ家に帰ってももうテレビももう水曜日のダウンタウンかお笑い向上委員会くらい、あとアメトークくらいしか見なくて、いやなんか別にそのそういうコンテンツを絞っていくのいいんだけど、うん、なんかさ、もうちょい喋らせてよもうちょい俺の家でのルーティン喋らせてよ。じゃあ唯一の引き出しだった。ごめん。いやでもマジで。いやまああとはもう、ね、猫を触るか、ね。それはあるじゃないですか。なんでさ猫いっぱい触って、であとはもうまたあの部屋戻ったら YouTube か動画の編集か、まあその他。ね、こう業務的なものをやるだけですね。なんかもっとさ、例えば電車の中で俺今日まず普通に会ったんだけど、うん、俺も言うて電車の中でスマホはいじるじゃん、うん、でなんか PV とか見てたらさ、うん、まあ、ちょっと混んでてさ隣の人がめっちゃ見てくるじゃん、あ、なんかこうってた方がいいのかなとかって思ったりも、ちょっとなんかほっこりする話じゃんオムレツです。なんかね、海外とかだとさよくあるじゃん、座ってる人が隣で見て、はい、一緒に見るとか、なんかそういうさ動画編集してた隣の人が めっちゃ見てきたからそうなんですよみたいなとか、なんかそういうさなんか広がりっていうのがないよちゃったね、なんか割と、なんか本当、狭めてるからもったいないよ。そうだね、はい、自分のことに夢中だから、ずっとね、確かになんかもっと、世界は面白い本当に、なんかいろんなことがあるよ。確かにね、そうだねそういうとこっすよ。大丈夫ですか、最近疲れてるか多分クソ疲れてんだよね多分ね、余裕がないかもね、目の前のことやってるだけで。体力的には疲れてないけど精神的には疲れてるのかな。まあ
自分も人のこと言えないっちゃ言えないですけどね、目まぐるしく環境は変わっているので、まあまあまあ、そうなんか結果が出とるからね、なんか楽しくなっちゃうんだよね、余計ね、ハイになっちゃってる感じがあるかもね。でも大体そういう時って、うん、あれなんですよね、知り合いじゃないですけど、親戚でもいいですけど、ね、うん、人と話す回数がめっちゃ減ったタイミングとかはそうなりやすいです、うん、確かに確かに、自分もこの年齢で言うのもアホ臭いですけれども、まあ、だいぶボケましたからね、一人暮らし始めて、あ、まあ、基本的にその人と会う機会、うん、会って話すから激減してるので、あの家族と話してもワンテンポ遅れますもん。あ、そうか。いやどうしたんですか。今の会話の流れをジュールが回してた。うん、いや助かる。なんかどうなんだろうな。普段の生活でなんかこういろんなものにこういろんなものにこう目が止まって、うん、なんかこれってなんだろうみたいな、うん、疑問じゃないです、疑問っていうほどでか言葉でかくないですけど、うん、そういうのってなかったりしないですか。いやすげえ気になる、ちょっと気になりました。なんか何でもいいよ、例えばですけれども、あれこの前のラーメン屋あれなんか変わってないんですよみたいなとか、そういう、いやだからそれを全部俺音楽に向けとるから、エフェクターでどう使う動画のネタこういうの使えそうだなとか、こういうネタどうだろうとか、こういう風にやったら面白いかなとか、それはいっぱいあるよ、はいはい、っていうことなんですよ、どっちかというと。それ以外です。いや本当それ以外興味ないんですよ。マジで人とか世界とかに興味がないんだもん。音楽と結婚しちゃってるんだよね本当。なんかそうなのかもしれない、うん、でもそれは一極集中型でありかもしれないけど、なんかもったいないそれは世界が。そうだね、そうだね、いやそれはもう分かる分かる分かる、うん、ちょっと結構強烈衝撃かもしれないです、私の中では。あ、そう、はい、まあ音楽の話題しかしないもんね、シュールともね、何でもできると思う。いやなんかまあ得意不得意あるけど、マジでなんだろう、スキューバーダイビングとかわかんないけど全然、はい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 、なんかそれについてなんか話すことはできると。自分も今スキューバーダイビングで単語が出てきて、うん、やったこともないし詳しい専門知識はないですけども、一応グラム読んでるんで、こういうのに話はできます。本当にその海で潜った世界は綺麗なのかとか感動するのかっていう、そういう話とかにできるとなんか気になるし、そういうまあまあまあ、まあ、知らないことだ、まあわかる、なんか興味ない、あそいやいやきっと話題はすげえ触れると思う、うん、ハンターハンターの新刊出ますねとか言えると思う。そうだ ね, そうだね、めっちゃ言えるね、11月にツイッターでバズってましたね、ニュースで。11月に決まりましたから、どこの館のね話までやるのかとか、どういう話をやるのかっていう話はできるけど、うん、なんかそれ以外の話もやっぱ人としてできないから、なんかそうなんだ、やっぱ興味ないんだろうな。いやだから逆に俺が聞いて、はい、最近どうって聞いて、これこれこうでって言ってくれたら、そこに乗っかるのは全然好きだし得意だけど、いやいや、ちょっと待って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 、それジョブ打てるけどブロックはできないタイプじゃないですか。ちょっと待って、さっきのさ、シュールがさ、ねえ、ワンテンポ会話を遅れる話とかさ、話題をが出たのに対して、そうだよ、それしかないかも。待って違うね、すごいっすね。いや、お前1000人違います。違うよ、ちょっと待って俺らゴミなのかな。ちょっと待って、言い訳して、今日偉い二日酔いなの。